はい。ということで、男性ストッキング、到着しました。アンシルクの2番、アンシルク2というところで。それでは、中を開けてみたいと思います。はい。で、中身ちょっと開ける前にね、こう、医療用男性ストッキングって書いてありますよね。こんな感じで。はい。中を開けたらこんな感じで、真ん中が説明書があって、そしてこれが実際のストッキングですね。で、あれ、片足だけかと思ったら、両足用のが、ね、二足入ってんのね。あらまあ。で、今の足がどんな感じになってるかっていうと、午前中に今ね、お湯を溜めてゆっくりハウス温泉に入ってですね、出てきた感じ。ちょっとやっぱり左の足が、ちょっとね、腫れてるように見えますよね。じゃあ履いてみたいと思います。はい、ということで履いてみたんですけど、これ履くのすんごい大変。ね、初めてだからね、こんなの。ひえー。なんかね、丸めたり、で、かかとつまんだりだとか、普通に、靴下を履こうとすると、これ履けませんでした。で、なんだっけ、こう、アンシルクさんの、サイトに、動画でね、履き方と脱ぎ方があったんで、ようやく履けました。あうーでございます。はい、横から見るとこんな感じです。ねえ。すげえな、これ。はい、というわけで、ストッキング、男性ストッキングが届いて、今日ね、日中履いてくださいということで、夜になって、夜の手前、だいたい5時、6時ぐらいにはね、脱いだわけですけれども、午前中から、夕方まで、つけてみたところ、まあ、すっごい足が楽になりますよね。いわゆるね、メディキュットとか、なんかよく CM で見たことがある人はいると思うけど、まあ、加圧式の、ストッキングなんですけど、まあ、とにかくね、履くときに普通に履こうと思ったら履けないのよ。で、そのなんだっけ。アンシルク？ アンシルク？ いやいや、アンシルクね。の、サイトに、動画があるんで、その動画をね、元に、履いてみたらね、お、履けんじゃんっていうことで。で、今日ね、まあ、ちょっと外にも出たんですけどね、それ履いて。まあ、非常にね、歩きやすいですね。その、甲の部分がちょっと腫れちゃっているから、靴だとかを履くと結構ね、なんかちょっと違和感っていうか、なんかちょっと盛り上がってるし、ちょっとね、痛いっていうわけじゃないけど、まあ、ちょっとしたその軽い痛みっぽい感じっていうのがね、痛み空港、いや、みたいな感じがね、感じていたわけですけど、それがね、一切なくなり、あれ？普通じゃんみたいな感じになるのね。さすが医療用よね。というところね。今日ね、午前中にね、結構僕、夜、シャワーだとか、風呂入ったりするのももちろんいいんだけど、結構なんか温泉気分で風呂入りてえなっていう時が結構あって、今日は、午前中に、お湯を溜めて、ハウス温泉やってみました。で、結構ね、久しぶりだったんですよね。結構シャワーで済ませていたからっていうところもあるんだけど、で、重曹とクエン酸を入れて、入ったところ、やっぱりすごいわよね。なんかもう、基本ね、その体をあんまりゴシゴシ洗ったりっていうのは、その時にはね、しないんですけど、結構垢が浮いてくるわ。で、顔もね、そこでこうやると、結構皮のね、いろいろ、取れるわとかっつって、まあ本当ね、ハウス温泉の重曹クエン酸は、ぜひね、やってみたらいいんじゃないかな、っていうふうに思ってます。なんだっけ、エプソムソルト。で、マグネシウムっていうのももちろんあるけど、結構体のその毛穴に詰まっていた、なんかそのね、油性みたいな油っぽいものだとかっていうものが、ものすごいやっぱり落ちるし、なんかちょっとね、だから今日ね、今なんかちょっとポワーンとしちゃっているの。で、夕飯食った後にちょっとね、飲みながら YouTube 見ていたら、なんかね、寝落ちしちゃったみたいで、あんまりにも気持ちよくて、っていう今状態にいるわけです。はい。で、やっぱり今日ね、初日、as the first time,
いちいち英語で言わなくてもいいんだけど、使ったね感想っていうのはここでね、収めておきたいなっていうふうに思ったんで、一応ね急遽ね、動画回してますと動画回してますっていうほどのことではないんですけど、はい、ということで、メディキュット、いやいや男性、ストッキング、これやっぱ履くのと履かないのと全くちゃいますね。ということで、今日は初日だったので、これから履きながら、ちょっとね、やっていきたいなと思っています。とりあえず、感想をお届けしました。じゃあ。